ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、グレンのリベレーター編第19回配信を撮っていきたいと思います。さて、現在、前回受けたクエスト、お墓のところにネズミが出るので退治してきてくれというクエストですね。をやっていきたいかと思います。指定地点が3箇所。では、ここに、褐色の液体を撒いていきますね。敵が出た。この辺になるとラットが強い。そこそこのダメージ。これはいかない。何個も敵が出る。そこもおるしね。で、ラットが。あとにしよう。こっちから。褐色の液体。と、逃げてったね。で、こっちの子は、どうだろう。戦いになるか、どうか。よし。逃げていった。というわけで、一度アラガーナに戻りますか。戻って、この未知の領域のとこ、後から攻めていこう。では、アラガーナまで、ワープ。さて、アラガーナまで戻ってまいりました。グルベルトさんに報告を。ありがとう。ネズミどもを追い払ってくれたのか。これでまた息子の墓参りに行けるよ。息子と一緒に採石をしているときに、落石事故があってな。息子だけが生き埋めとなり、遺体も掘り出せずじまいだった。せめて墓だけでも作ってやりたくて、事故が起きた場所の近くに墓を建てたんだ。本当にバカな息子だ。俺を守ろうと自分が犠牲になって。追い先短い俺を置いて逃げりゃよいものを。あんたのおかげで、また息子に小言を言いに行ける。これは、俺たち親子からの感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。コンプリート。さてですね、こっからどう行く？あれ、なんか川は行けなかった気がするんだよね。川の向こうは。そうなると、でも川からしか行けんか。とりあえず、ちょっと一回道に戻ろう。あの、陸地に戻ろう。待って、このさらにあの岩場の向こうから回り込んで、この先は地図が開けてないんで、行けるのかな。この、ね、左いける？道はあるの？おお、レベル上がった。ちょっと待ってよ。で、クエスト。でもこれあれだね。岩肌がすごい迫ってるから。上からでも行けたね。あの、川の中多分ザブザブ行けば通れたかも。アラガーナからね、直接東に出るルートでも行けたかも。で、この上。ちょっと待ってよ。これはさらに回り込まんとあかん。何あれ、これが言っとった生き物。何これ。
虫みたいな。なんか大きいとさ距離感を見失うね。あと1体、え2体でいいのか。戻りますか。この先行くとこないの。ってことはやっぱ帝国の基地の中をここを突きってかんと、ここの岸壁がずっとあるから向こう側に行けないってことか。了解。じゃあアラガーナまで一回戻りますかね。あのね、戻ろうとしたんだけど、どうもこの先にね文脈がある。というわけで進んでいきますか。この先かな。どこじゃ。西。奥だな。あ、今回はすごい分かりやすいところにあったね。なんかピラミッドの中腹にあるのはちょっとうわーって思った。あれはちょっと分かりにくかったな。ここは比較的ね優しい。よし、これ交換したら今度こそアラガーナに戻ろう。近場は南西だもんね。この辺とかじゃない。よし、じゃあ今度こそアラガーナまでワープです。さてウロリスの神格を2つ取ってきました。じゃあ次、お戻ったか。守備よくマーブルウロリスを追い払うことができたか。はい、これは間違いなくウロリスの神格。奴らを始末した証として、これ以上のものはあるまい。早速皆の者に知らせてやらねば。精を出す仕事があれば村人たちも生きる力が湧くはず。文脈開くぜー、コンプリート。やったね。あれまた次のクエル、ちょっと待って。レベル61クエスト、石より硬い障害。アラガーナのセイヤーは計画を進めようとしている。スさて、お主が取ってきてくれたウロリスの神格を皆に見せ、スリーピングストーンズ採石場再建の準備が整ったと大々的に知らせるとしよう。今すぐ村人たちを集めたいところだが、もはや皆はわしの話になど聞く耳を持たん。お主からここに集まるよう呼びかけてはもらえんかの。うん、呼びかけるはいいけど、みんなの気持ちが多分ね、まだ食が足りてればこの元々あった採石業とかもいいかなって思うんだけど、食が足りん状態だとね、それよりはもう多分明日食べるものを手に入れたいって思うと。採石再開の説明をするですって。もしやうちのじい様セイヤーから頼まれたのですか。うん、じい様ったらまたそんな夢物語を。うちのじいさまがご迷惑をおかけしました。あなたのお名前は。シャンメと申します。シャンメさん、
じい様に付き合ってくださりありがとうございます。これ以上人様に迷惑をかけないよう孫の私から言っておきます。いいのか悪いのかだねこれ。もうちょいね、食べ物を融通できるようになってからならありなのかな、こういう活動もという感じがする。カールさん、いや、ウロリスどもを倒したから石切り場を再建したいだって。話を聞く気にもならないが、あんたにならウロリスも簡単に倒せるかもしれんが、戦う術を知らない俺たちには無理な相談ってものさ。もう村には腕自慢の若者も残ってないしね。せやな、落ちたら痛いかな、じわじわ。あ、ノーダメでいけた。このここか、ここまっすぐ行ったところだ多分。ホッチキンさん、なんだっけ、体が弱い人だったっけ。石切り場の再建について話があるだと。あそこの安全を確保した証拠も見せてくれるって。悪いが興味はないな。先細った採石業にしがみついても未来は見えないよ。石材の需要なんて今やほとんどないんだからな。売れ残りの石材を金にする算段でも立てた方がマシさ。ですよね。もうこっちも一理あるよね。俺ばっかりはな、理想論で語ってもしょうがないところがある。スイートラブちゃんはすごい名前が可愛いね。さあどんな反応するかな。あのみんなの意見をなんて伝えればいいんだろうね。セリアさん、おお、みんなに呼びかけてくれたか、ありがとう。かっかっか、あの核を見て驚くみんなの様子が目に浮かぶわい。じい様、残念ながらここには誰も来ないわよ。おとなしく家に帰りましょう。なんだって。さてはお前が村人とグルになってわしの邪魔をしようというのか。そんなわけないでしょ。本当はじい様だって気づいているはずよ。売るあてもない石を切り出しても意味がないってことに。じい様、そろそろ現実から目をそらすのをやめて。胴体に鞭打って徒労を重ねるじい様が痛々しくて見ていられないわ。徒労とは何事だ。未来を信じているからこそ今日働くのではないか。だがこのまま互いに意見をぶつけ合っても結論は出まい。ここは第三者に意見を求めてみよう。あ、我に。シャンメイよ、お主はわしの考え、採石業に未来はあると信じるか。正義を信じるか。1、信じる。2、信じられない。まあ、あの未来の状況はわからないんで何とも言えないんですけど、ちょっと何も言えないかなこれは。なんと、ワークラタを救った者とは思えぬ態度。所詮は外の者、アラガーナの石切り職人の魂など理解はできぬということか。うん、じい様が村のために声を上げてくれているのは分かってるわ。でも採石業に未来がない現実は受け入れなきゃ。ふん、人に頼ろうとしたわしが愚かだった。希望を持たぬ者に言葉を重ねたところで届かぬのも道理。やはりわし自身が手本を示すしかないな。まったく頑固なんだから。見ての通り身内の私には遠慮もないもので、いつもしまいにはこうして大喧嘩になってしまいます。じい様はへそを曲げるとしばらく私と話そうともしません。それでも心配ですので、申し訳ないですが、じい様を追ってもう少し付き合ってあげてくださいませんか。
あれだよね、あの売れる予定もないのに大量生産する人はね、ちょっと確かに、そうだね、石をなんぼ切り出してもね、買う人がいなきゃね、需要と供給が合ってないということになるんですが、さあ、おじいさん、何かご意見はありますか？何か現実を受け入れろ。じゃあ、ドイツも知ったふうなことを抜かしようって。本当分かってるんでしょ？なんだ、お主、まだわしの話を聞こうというのか？だったら、存分にアラガーナの黄金時代の話をしてやろう。あの頃はいくら働いても足りないほどに忙しかったもんだ。だが石を切り出すほどに家族も村も潤っていったから、やりがいがあるというものだった。だから石切り場を寝床にして寝ても覚めても働いた。どんなに辛くとものみと土で音頭を取って石切り歌を歌えば不思議と力が湧いてきてな。懐かしいもんじゃ、あの歌を歌うと。ん？石切り歌。そうか、石切り歌だ。これで村人の冷え切った心にも火をつけられるに違いない。か、お主、わしの名案を聞くかい？石より硬い障害作りと。これはね、うまくいく予感がしないな。レベル61クエスト、石切りの歌。アラガーナのセイヤーは名案を聞かせたいようだ、水中。か、わしの名案に食いついたな。お主だけだ、わしの話に耳を傾けてくれるのは。石切り歌というのは、石切り作業中に職人たちが歌う歌だ。のみと土を振るう呼吸を合わせ、掛け声のようにして歌ってな。拍子を重ねるうちに自然と時を忘れて仕事が進むのだ。のみ土震え、のみ土震え。石を切るにはのみ土震え。石切り、石売り、家建てる。と、こんな調子で単純な歌詞が続くんじゃが、最後の締めくくりがちょいと意味深でな。まだらめ境目石売るな。あの子に捧ぐ小石を拾え。と、こんな歌詞で締めくくられる。まだらめ境目とは、石の模様が変わる境目を指す。地層の変わり目にある石は層に沿って割れやすく強度が弱い。だからそんな石材は売るなという戒めだと思っていた。だがそんなことは石切り職人なら誰もが知る常識だ。ではあの子に捧ぐ小石を拾えとは一体？きっと宝石に違いない。若い娘っ子にあげる小石となれば、綺麗で価値のある宝石に決まってるからな。歌詞が示す石を実際に見てみれば何かわかるかもしれない。試しに切り出してみたいが、地層の変わり目がある場所は帝国軍の拠点に近くて危険での。宝石が出れば皆も労働意欲が湧くはず。悪いが私屈に同行してくれんか。万が一の時は護衛してほしい。頼んだぞ。話し合いではなくて一方的に進んでいく感じ。まあええけど、じゃあこの石切りのクエスト、現地までワープですかね。さて、やってまいりました。石切り場の近辺ですかね。ここがなんかあのジグラートのそばですけど、ここに今日セイヤさんに話しかけていこう。やはりお主を連れてきて正解だったよ。じゃあキキリン族の山賊どもがこの先に隠れるのを見かけた。とてもこのままでは作業できん。シャンメイよ、この先で周囲を見渡して隠れているキキリン族を見つけたら蹴散らしてくれ。安全を確保できたら手招きして合図してくれんか。手招き。安全を確保。あ、この辺か。
しいかな。ん？何これ。とりあえずセリアさんに手招き。来たよ。反応なくない？あそこで手招きね。この距離だと見えんかと思って。うん、行くよ。山賊を成敗してくれたか、ありがとう。さすがの手並みといったところじゃな。早速試掘してみるとしよう。折れるんですかね。いいですかね。予想はドンピシャだったぞ。地層沿いに鶴橋を振るってみたところ、キラキラと輝く小石が紛れておった。これはもしかすると宝石の原石かもしれない。急ぎアラガーナに戻り詳しく調べてみる。お主が戻るまでには結果を出しておくぞ。ほう、あ、宝石業だったら結構いいかもしれないね。ただの本当に家財とかで使う石だと結構厳しいものがあると思うけどね。よし、ではアラガーナまでワープです。さてアラガーナまで戻ってまいりましたので、セイヤさんに話をしていこう。おう、シャンメイか。天眼鏡で調べてみたが、ただのガラクタだった。輝いて見えたのは純度の低いクリスタル片で価値はない。これを手にして喜ぶのはままごとをする子供ぐらい。石切り場の石ウルナは低純度のクリスタルが混じり、強度が低い石材などをウルナという文字通りの戒めだったか。じいさんが石切り歌っていうのはもしかして飲み土震え飲み土震えの歌のこと？そうだが、なんだ、お前も知っていたのか。亡くなったお父さんが子守歌代わりに歌ってくれた思い出の歌なんだ。あやつも帝国兵に抵抗して殺されるまでは石切り職人の一人だったからね。わしに甘えたくないと別の親方のもとで働いておったが、まだらめ境目の歌詞を手がかりにあの子に捧ぐ小石を掘ってみたのだ。だが価値のありそうな原石は一つも出てこなかった。そうだったのね。でもじいさまは掘る場所を間違っていると思う。じいさま2番の歌詞を忘れてしまったの？2番だと？そういえばそんなのもあったな。長らく歌わなかったもんですっかり忘れていた。お前は覚えているのか？もちろんよ、父さんの大事な思い出だもの。なんとまだ希望は残っているということか。シャンメイよ、2番の歌詞から新たな発見があるかもしれんぞ。こびりと。これは意外と長くなったな。スイートラブさん。レベル61クエスト、語り継がれた石。アラガーナのスイートラブは、石切り歌の2番を教えてくれるようだ。石切り歌の2番は、あまり歌われないって父さんは言ってたわ。でも、父さんは2番の方が好きで、子守歌でもしっかりと歌ってくれていたの。石切りの作業中は1番ばかりを繰り返すもんだから、そっちだけが頭に染みついていたようだ。じいさまが忘れてしまうのも無理ないわ。2番も前半の歌詞は1番と全く同じで、違っているのは後半だけだもの。まだらめ境目石うるなあの子に捧ぐ小石を拾えが、うつしを境目石うりな先人守る小石を売りなと変わるの。つまり売るべき小石のありかは移し用とあの世の境目で先人に守られているというわけか。じゃあお墓の近辺かな。
子供の頃は気づかなかったけれど、写し音との境目だなんて少し不気味な歌詞ね。確かに、うん、確かに先人という歌詞も死者を連想させるな。もしや涙隠しの丘を示しているということか。涙隠しの丘といえば、昔は村のお墓だった場所よね。今ではすっかり訪れる人もいなくなってしまったけれど。神々への信仰を否定する帝国がやってきて以来、御霊を鎮める儀式が禁じられてしまったからな。そのせいであの丘には資料が出没するとも聞く。今すぐにでも現地で売るべき小石の有無を探してみたいもんだが、それにはある程度の時間が必要だ。シャンメイ、たびたび頼ってしまって申し訳ないが、共に涙隠しの丘に来てくれないか。いいよ。感謝する。この希望を必ずや掘り出してみせるぞ。頑張るね、セイヤーさん。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。ちょっと長くなっちゃったかもだけど。というわけで、第19回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回は、また涙隠しの丘のとこですかね。あそこのとこからスタートしてると思います。では、失礼します。